浅葉中之助明治三十年は幕末期の藍津藩士。名は持長。故障頭として藍津藩主、松平片森に近似し、明治維新後も日光東将軍に付き従った。藍津藩士、浅葉勘兵茂みの長男として生まれ、家督を継ぐ。文久二年、蕎麦、伏見の戦いの際、片森の命により、戦況を視察、田中元気吉らを慰労し、 佐川官兵らへ、工場の趣向きを伝える。帰乗して、戦況報告とともに大軍を一方より進めることは、特策ではないことを進言した。片森が徳川義信から命じられ回路江戸へ、陶器の際、神保修理と共に、片森が公明天皇より可視された新官を携えて、陸路で江戸に赴いた。母親戦争には、軍事武用天役として従軍し、 片森の命により奥植えつれっぱ同盟の諸藩へ死者となり活躍した。母親戦争後、近親生活を経て日光東将軍の宮司となった片森に従って日光東将軍に出資した。明治26年12月3日に片森が死去する。9日の葬儀の際、中之助は立刀を持ち、棺脇に立ち墓所まで付き添った。 片森死去の4年後の明治30年11月9日、日光町で病死した、去年67歳。中之助が書き残した、維新雑誌、ご種五色中ごと上書、とばえごし並大阪引上げ一件、浅場家代々金書等は、幕末維新期の貴重な資料である。明治9年東京市安京で起きた、市安京事件に関わった、元合津藩士、井口慎次郎は、実施。 ミサの子である。ありがとうございます。